またしても今日もこのバス停でバスを待っています。毎日毎日バスここで待っています。で寒い今日は。なんか今ね、朝10時40分なんですけど、すげえ寒い。こう僕が撮ってますからね、僕が撮ってますよ。映ってるかな、ちゃんと。これ僕が撮ってるんですよ。なんかアフレコで全然違う人の動画の中に僕がただ喋ってるだけみたいに思ってる人がいますからね。時々すべて僕が撮ってます。ほら、なんか爽やかなね、爽やかなこの緑が、ですげえ気持ちいい。気持ちいいけど早く来ないかな。寒い。今日はジュテームの森に行きますよ。森じゃない、ジュテームの壁だ。ジュテームですよ、ジュテーム。ジュテームってフランス語でね、愛してるっていう意味なんですよ。行きますよ今から。なんか北駅、北って東西南北の北ですけど、北駅っていうところに来ました。すごい巨大な駅ですよこれ。なんかもういっぱい集まってるところ、いろんな線が多分、だからもう旅行者もたくさんいるし、すごい大きな駅ですよここ。ね、こっちなんですけど、もうすげえ満員のバスに乗って今、もう満員のバスって満員の電車より嫌ですよね。すごかったマジで、もうぎゅうぎゅう詰めで、しかもそのほら車だからすげえ揺れんじゃないですか。それでそのなんかもう野菜もね、なんかね、ほらこれね、このなんキックボードみたいな電動のやつ、すげえでかいですよ。日本のに比べたらものすごいでかい。これがもう貸し出しがもう世界中でやってますね。野菜がね、もうね、何あの野菜、なんかセリみたいなやつ、なんでセリみたいなやつを持ち運んでんのか分かんないんだけど、それがね、ものすごい束でね、山ほどある、もうバッグからはみ出してるわけですよ。そのセリが僕の足のね、ももんところにね、すげえもうくっついてるわけですよ。足にね、セリみたいな野菜がね、こうくっついてるわけですよ。満員のバスの中で。すっごい鬱陶しいでしょ。そのもちろん、そんなになんか綺麗なやつじゃないですよ。綺麗だったとしても野菜ってなんかちょっと、湿ってんじゃないですか。すっげえ嫌だ。嫌だなって思いながら、あ、今なんかクロワッサンのすげえいい香りがした。はあ、苦しかったマジで。たった4駅なんですけども、4駅しか乗ってないんですけど、すげえ辛かった今。ここオープンテラスでみんなお茶してますね。もうすぐ着きますよジュテームに。これ結構ね、もうそのほら、なんていうの、繁華街から入ってるわけですよ。もう1本も2本も10本も入ってるわけで、10本入ってるかどうかわかんないけど、かなりこれ内側っていうか中の方に入ってるんですね。だからそのまあ市の中心部ではあるけど、パリ市内の中心部ではあるけど、そのちょっとね、その中に入ったところなんですよ、こんな感じ。だからパリのそのあれ、なんか鐘が鳴ってる、教会の鐘が鳴ってますね。どっかこの辺だったんじゃないかな。このなんていうの、あった、見つけた、発見した。そのほら普段のパリの人々の暮らしっていうかな、それが分かるんじゃないですか。
アパートとか住宅はどうかな、その一般家庭の一戸建ては少ないかもしれないけど、到着した。あのね、ジュテームの壁ってあのね、うわすげえ人だな、やっぱりこんなに多いんだ。あのね、世界中の言葉で愛してるって書いてある壁があるわけですよ。入場料とかもしかして必要なのかな、ちょっと待って。それでそのなんていうの、あんまりね、そのほら本当の本気の時しか手出さないわけですよ、女性に。僕はもう本当の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 本気の時、もうすっげえ本気の時しか女性に手出さないから、その54歳独身管理座なんですけど、しかしほらそうするとね、 あれ開いてんのかな、うわすげえ、そうそう、ここ写真で見てみた。なんか入場料取ってんのかと思った、あの男性が。なんでもなかった。その壁、その壁、なんかの芸術家かなんかがね、そのやり始めたらしいんですけど、この壁は、これ世界中の言葉で愛してるって書いてあるわけですよ。ほら日本語でこう大好きって書いてあるんでしょ。それでどっか愛してるって書いてありますよ、絶対。こんな感じで書いてありますね、世界中の言葉で書いてある、愛してるって書いてあるんですよ。それでこんな感じ、ちょっと、あ、愛していますってあそこ書いてありますね、愛していますってですかね。それで、何ですか、ただでさえ女性に手を出さないのに、それプラスそのほらお互いにその好きになるってすっごいことじゃないですか、それもう奇跡ですよね、そんなのね。そのなんかもう誰彼構わず手を出す人っているじゃないですか、ああいう風にできる人はまあ簡単にその知り合うのかもしれませんが、僕の場合はその本当の本気の時しか手を出さないから、そうすると簡単に知り合わないわけですよ。でお互いに、僕もその人のことを愛していて、その人も僕のことを愛してるっていうのは、それはちょっとね、とても特別な状態で、それはもうまさに奇跡としか言いようがないんですね。だから世の中の人たちはその奇跡が起きて皆さん結婚していらっしゃるんでしょうけど、僕はまだその奇跡が起きていなくて結婚できていないわけですよ。ですから、まあ、この壁のところに来てその奇跡を起こそうと思って今日やってきたわけですね。でここはね、だからそのほら、もちろんそのカップルの聖地みたいになっていて、世界中から、だからパリに訪れたカップルはここに来て、まあ、愛を誓うわけですよ。それがこのジュテームの壁、フランス語でジュテームは愛してるという意味です。ですからここに来ると何かその奇跡が起きるのではないかということで、まあ、ここに来たわけですよ。で何ですか、なんかこんな感じのところですね。なんか何の変哲もないのかな、わかんないけどなんかこんなところにありますよ、突然ある、ほらこんな感じで突然あります。これはもう世界的に有名な場所です。これはもう愛してるの場所。パリに来たら皆さんも一回来られたらどうでしょうかね。あの壁にだから世界中の言葉で愛してるって書かれてるわけですよ。よし行こうかな。よし、今日の目的はもう達成したからこれなんかね、パリの街の中っていうのはね、なんかその別にそんな当てもなくてただ歩くだけですごいなんか気持ちいいしおしゃれだし綺麗ですよ。だからちょっとなんか歩いてみようかな、ただ街の中を目的もなくちょっと歩いてみようかな。それでなんか綺麗なところがあったらまたご紹介しますね。